トラバンチャンネル。放送席、見事勝ちました阪神タイガースヒーローインタビューです。今日のヒーローはビーズリー投手、中野選手、森下選手のお三方です。まずはビーズリー投手からお伺いします。来日初完投勝利おめでとうございます。Thank you so much. ありがとうございます。大観衆の中での完投勝利、今終えてみていかがですか？ Honestly, it was a little overwhelming. I mean, we have the best fans in Japan, so I can't thank you guys enough for being out here today. 本当、阪神タイガースさんは12球団一のファンだと思っているので、そういう前の中でしっかりいいピッチングができたことはすごい嬉しかったです。9回投げ切りましたけれども、ご自身の中では今日はどこが良かったでしょうか？ Honestly, just executing my pitches when I needed to, and especially with runners on base, I was executing my pitches very well, and just standing aggressive in the strike zone. そうですね、やっぱ自分の今日のボールの感覚がすごい良かったので、投げたいボールが投げたい場所にしっかりコントロールできてましたし、まあ、ランナーを出した時もしっかりそのボールが制球できていたので良かったと思ってます。9回最後1点こそ取られましたけれども、最後の最後まで投げ抜きました。レフトフライ打ち取った瞬間いかがでしたか？Honestly, I just wish my son was here to see it. ちょっと今日は子供が来てなかったので、子供見せられたらよかったなと思いました。初完投勝利のウィニングボールは今日はどうしますか？ Honestly, I'm gonna keep this one for myself. これは自分に取っとこうかなと思います。さあ、そんなビーズリー投手を援護しました先制タイムリーヒットの中野選手です。ありがとうございます。3回にチャンスで打席回ってきましたけれども、どんな思いで打席迎えましたか？そうですね、最近、まあ、個人としてはこう不甲斐ない打席がずっと続いてたので、まあ、なんとかチャンスで打ちたいという気持ちもありましたし、ビーズリーが頑張って抑えてくれてたので、先に先制点を取れるようにという気持ちで打席に入りました。一塁線も破って見事なタイムリーヒットでした。手応えはいかがでしたか？いや、あんまり手応えはなかったですけど、まあ、甲子園球場が後押ししてくれたかなと思います。今日高橋光成投手と甲子園で戦うのは2013年夏の甲子園以来の同学年対決ということでした。そのあたりの気持ちというのはいかがでしたでしょうか？そうですね、高校時代は、準決勝で負けているので、今日は何としても勝ちたいという気持ちで、臨みました。先制した後は横の森下選手がすぐに追加点、タイムリーヒットでした。どんな風に見てました？いや、もう森下ならチャンスで絶対打ってくれると信じて、見てましたし、非常に大きな追加点を打ってくれたので、感謝します。さあ、それでは最後、今日2本のタイムリーヒット、3打点の森下選手です。ありがとうございます。まずは3回のタイムリーヒット、先輩も良かったというふうに話しましたが、手応えはいかがでした？そうですね、まあ、右京が倒れたんで前で、自分が絶対先輩として返してやろうと思って、はい、挑みました。初球を打って2点タイムリーヒットでした。初球からいけた要因というのはどんなところだったんでしょうか？いや、もう常にタイミングと準備をしてたので、初球から行く準備は常にできてます。
そして5回には再びチャンスで打席でした。あの場面も振り返ってもらっていいですか。そうですね、次の1点がチームにとって大きな1点だと思ったので、もう本当に集中して、あの打席も初球から行こうっていう、まあ、準備ができてたので、いい結果につながったかなと思います。今日もヒットを放って、これで6試合連続ヒット、絶好調というふうに見ていいんでしょうか。いや、まだまだ、上げて、チームとしてもここからだと思うので、ここを踏ん張って、3打でして終わりたいなと思います。ありがとうございます。それでは最後、お三方を代表してビーズリー投手に締めてもらおうと思います。それでは最後お願いします。Tigers fans, Ashmo Katsubai. 今日のヒーローはビーズリー投手、中野選手、森下選手でした。放送席どうぞ。